インタビュー。こんにちは、堀真奈です。インタビュー。この番組は YouTube と Podcast 各プラットフォームよりお送りしています。YouTube のチャンネル登録、Podcast の各番組のフォローを皆様よろしくお願いいたします。お願いします。ということで1月14日今月第4回目の放送なんですが、はい、私このフリートークをね、いつも何話そうって考えるときに、はい、やっとこうニュースみたいなのを見るようになったんですよ。やっとやっと、はい、でそれでなんか見て面白いなって思ったのが、なんかとあるこう、はい、アメリカの US ニューズワールドレポート誌っていうところで、はい、その世界最高の国ランキングっていうのが毎年紹介されてるらしいんですよね、はい、でそれでなんと日本何位だと思います？ベスト3には入ってますかね。そうなんです。なんと去年3位だったらしいんですけど、今年2位になったらしくて、はい、上がったんだ。上がったらしいです。そう、なんかね、杉山王さん今まで今月インタビューされてますけど、はいはい、前回までのインタビューで一番好きな都市はって聞かれた時に、うん、東京って言ってらしたのも印象に残ってて、はいはい、私結構意外だったんですよ、この順位、うん、そう東京って果たしてそんなになんかニュースとか見ると暗いニュースみたいな多くないですか？政治批判だったり。そうだね。マナさんが言ってるそのランキングは国じゃなくて都市？国です、国。日本の国です。国なんだ。じゃあ日本でか。うんうん、なんか特にこういろんな項目があって、うん、そのトータルの点数で何点だから何位みたいな感じで、住みやすさとか治安とか物価とか、いろんなねトータルでね。そう、文化面もそうだしっていう、うん、なんかそんな中で起業家精神がトップらしくて、日本が。マジで、うん、もうマジでって言っちゃいましたよ、番組の言葉が。本当らしいです。それちょっと大丈夫ですか？それおかしくないかな。育つ怒られるか。起業家が育つ環境っていう面の項目では点数はどうやら低いらしいんですけど、こうみんなの心にある精神的なものとしてどう測るのか分かんないですけどね。なんか武士道とか取られたのかね。そういうこと。いや面白いね。個人的にリンク送っといてください。分かりました。送っておきます。ちょっと皆さんもちょっとこのニュース見てみてください。私もしかしたら何か間違って解釈してるかもしれない。起業家精神の企業か、企業の方じゃないですか。違うかな。いや、起こす方。そういう企業も起業家っていうもんな。なんで起業家なんだろう。一起業家として自分で言うのもちょっとあれですけど、やっぱイメージはないよね。そう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 。うん、ちょっと皆さんも見てみてください。さあ、ということで本編に移っていきたいんですけど、はい、今日は杉山王さんのインタビューの最終回ですね。インタビュー全体通して思ったんですけど、はい、私てっきり杉山さんってこう森ビルの方だから、うん、しかも課長っていうこう職がついてらっしゃったじゃないですか、はい、だから固い感じの方なのかなって思ったら、うんうん、アーティスト出身ってこともあって結構こうなんていうんですか、柔らかい感じというか、うん、アーティスト職がかなり強いなと思ったんですけど、うんうんうん、早川さんは実際インタビューする前と後でなんか印象変わったりしました？そういう意味では、いい意味でイメージ通りだったというか、なんていうし、メールでやっぱり何回かやり取りさせていただいてるんで、やっぱりこの仕事というか面白いなっていうのは、怖くもあるんですけど、やっぱりメールとか、LINE も含めてですけど、もうその人のキャラって出るじゃないですか、もう。確かに。だからなんかその時点である程度ボーダレスな感じがね。いや、もちろんすごく丁寧な方で気持ちのいい方なんですけど、なんか、かっきりみたいな感じではなく、すごくフレキシブルで、ユーモアのある方なんだろうなっていうのをなんとなく感じていたので、そういう意味ではイメージ通り、でもイメージ以上にもちろん面白い方かなというふうに、思いました。それではですね、皆様、杉山王さんのインタビュー最終回をお楽しみください。杉山さん、やっぱりこうね、その今までボーダレスも成功に導いてですけど、はい、成功談聞くのはよくありがちなんで、はい、やっぱりこれまでの人生でプライベートだとより言いづらいかもしれないですけど、はい、プライベートでも公でも何でもいいんですけど、はい、杉山王が46年間生きてきて、はい、人生で最も思い出深い失敗。は何だろうな。ちょっとこれ仕事の話で言うと、はい、六本木ヒルズがオープンした時に、街を使ったイベントをたくさん企画してたんですね。はい、でその時に1個失敗をしたんですが、モーリー池っていう池があって、六本木ヒルズの中に、日本庭園です。日本庭園の横に桜があって、桜のイベントを杉山やれと。わかりましたってことで、いろんなアーティストとかクリエイターを呼んで、これまでにないお花見ができたと思ったんですよ。で、その時のコンセプトが、花びらが散るじゃないですか、桜が。はいはい、散った花びらがもう一回水面で花を咲かせるように、水面にフロートを浮かべて、桜の形したフロート。はいはいはい、散ってきた花びらを、その中に入れて、はい、うん、水面で桜の絵を描こうっていう企画だったんですね。すごい。ですね、それ結構、はい、これだと思って、お金もかけさせてもらって、会社にやりますって言ったんですけど、はい、これ大失敗してまして。それは単純に受けがいまいちだったとか？受けがいまいちでしたし、はい、まあちょっとこれ不可抗力もあったんですけど、はい、桜を咲く時期を完全に見余ったっていうのもあって、フロートしか浮いてなかったっていうこともあったりとか、はいはい、あと、お金の配分もかけすぎてしまったとかっていうのがあって、そのイベントはちょっとね、うん、いろんな意味でちょっと思い出深いですね。目も当たられなかったっていう意味で。いい思い出です。それはもう結構前？結構前ですね。もうだから15年ぐらい前ですね。そのくらいかな。なんだろう。まあね、本当は言えないかもしれないですけどね。オフレコでね、これはまた別のもうちょっとね、抹消しないといけないことはありますよね。ものもあるわけですよね。抹消しないといけないことありますね。これはね、これも言っていいのかわかんないですけど、杉山さんあんまりお酒も飲めないそうで。そうなんですよ。僕もあんまり飲めないので。なので、このソフトドリンク会しましょうって。いつかソフトドリンク会して、こっそりね、オフレコで撮って、まあ人間関係壊さないように僕もしようと思ってますけど、またね、どこかでそういう、思い出深い失敗も話せるものがね、あるかもしれないので、またそれは次回と思ってますが、さあ、そしてですね、杉山王さんはですね、はい、やっぱりいろいろ面白いものたくさん知ってると思うので、お金もね、いろんな意味でいろんなところに使ってると思うんですけど、はい、これ撮ってる、流れのは2022年ですが、今撮ってる2021年、もう12月です。杉山王の2021年のベストバイは何でしょう？ベストバイ、はい、買ったもの、はい。もうどんな、高級なものでもいいし、めっちゃ安いものでもいいですよ。買ったもの。はい、ほんとよかった、みたいな。ね、ちょっとまあパッと思いついたものから言いますね。僕割と物持ちが良くて、昔のスニーカーとか、昔の時計とかって結構コレクションしてたんです、当時。昔のスニーカーも昔の時計も、ウレタン使ってるものって全部、加水分解でぶっかれちゃうんですね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。いいスニーカーって持っててもソールが全部壊れますし、G-SHOCK とかも全部壊れるんですよ。いいものほどみたいなのあるんですか？いいものってことないです。ウレタン使ってるものは。ああ、なるほど。はいはいはい。もうそれが全部壊れちゃって悲しい思いをしてたんですけど、はい、それを全部レピアするサービスがあって、うん、それに出したっていうのが一番良かったこと。それ本当に復活するんですか？復活する。だから、例えば、昔の思い出だったものが、はい、もうこれはもう使えねえなって思ってたものが、うん、スニーカーも G-SHOCK とかも全部蘇ったので、はい、それは嬉しかったですね。本当にまあ、これ個人的な思い出ですね。いやいや、全然。それは変な話です。当然、その、復活させたいものの、ね、難易度とか、その、元の価格に応じて値段変わると思うんですけど、はい、それどのくらい？いや、値段は全然大したことないですよ。ただなんか、あんまり、最近物とかって買わなくなっちゃっていて、欲しいものもないんですけど、はい、あえて欲しいものとかって、昔好きだったものしかないんですよ。なんかそうなりません？あります。もう全然物買わないですね。もう、いいおっさんになってくると、なんか新たに自分が欲しいものを買うっていうよりも、はい、昔好きだったものが欲しくなるってことありません？まさにそれで。で、今でもなんかなくなっちゃってたりとかね。出なかったりしますからね。で、それじゃなんかね、リペアサービスは最高だったな、本当に。なんか結局、それは他人にとって価値があるもんじゃないけれども、そうですね、自分にとって価値があるもんなんで、それのね、靴と、スニーカーと、時計のリペアサービスは最高でしたね。はい、去年。いいですね。始めたのは。そうか、そうか。でもコレクションって言いましたけど、なんかコレクションすごそうですね。いやいや、そんなことないですよ。いろいろ。一番コレクションしたものなんですか？それ時計とか靴とか、今の話。いや、もうあんまり、まあ、それこそ今ってもう何でもネットで買えるじゃないですか。そうですね、ほとんどのものは。の時って、もう足歩いて、いや、そうですよ。買うしかなかったんで、本当にもう一期一会の出会いでしたけど、今って別に買わなくたって、ネットで探せば取れますからね。当時は本当にスニーカーとか、めちゃくちゃ買ってましたよ。自分の履けないサイズのスニーカーも買ってましたから、欲しかったから。あ、そのスニーカーが欲しいからみたいな。そう。当時は買ってましたね。でも今はもうそういうのも全部処分しちゃいましたけど、ちなみに今日も、まあ、森ビル株式会社の新領域事業部、合ってます？新領域企画部。企画部。はい。これぶっちゃけ、はい、今まで会社辞めようと思ったことはあるんでしょうか？ありますよ。それはなんかもちろん、例えば人間関係悩んでとか、桜のフローティングがうまくいかなかったりとか、なのか、なんかもっと違うことをやりたいとか。いや、なんかね、向いてないなって思った時があったんですよ。あ、そうなんですか？森ビルって入社してから、はい、ジョブローテーションって言って、3年ごとぐらいに、はい、若手は部署を回るんですね。はい、で、僕はもともと文化とかアートとかやりたかったんで、うん、もうそれ以外の仕事って、興味なかったんですよ。ああ、やっぱりもうこれってのはあったわけですよね。もうこれをやりたいって思ってたんですよ。でも当時は、それの言うことは聞かずに、3年間ちょっと自分がやりたくない仕事をしてるときには、はい、もうちょっとこれやめようかなって思いましたね、何度も。はいはいはい。踏みとどまって、うん、その時にいろんなもう企画をずっと書き溜めておったんで、なんとかなりましたけど、うん、だからもうその部署から出た瞬間に、何でも白飯うめえみたいな感じで、普通の仕事が全部。ちょっとシャバに出てきた。そんな感じです。そんな感じです。そんな感じですよ。まあそういう意味ではこれ、杉山王の近しき人で、社内の人はあの部署ねってやっぱわかりますね。あの時そうだったんだろうだって。なるほど。あの時は辞めたかったですね。会社。なるほど。こんなキラキラしてますけど、目は死んでた可能性は。もう。でも表面的に言ったら怒らそうですけど、ちゃんとした体だったんで。いや、そんなことない。やっぱりちょっと輝いてないから。そんなことない。あの頃は本当に。そうか。これ今のところとちょっと通ずるかもしれないですけど、はい、その時にひょっとしたらあったことかもしれないですけど、杉山王が46年間生きてきて、これまで、いろんな人に、まあアドバイスって意識されたかわかんないですけど、もらった、まあでも今考えればもらったアドバイスだなっていうことで最も価値あるアドバイスは、何ですか？そして誰からでしたか？なんかまあまたこれも親戚の話になりますけど、はい、やっぱり好きなものをとことんやることが、うん、その人にとっての価値、だと思うんですね。はい、で、それを、うちのおじいさんから示してもらったっていうのが自分にとって一番大きなことで、うん、画家やってたんですけど、うちのおじいさんって。当然仕事なんですよ、画家っていうのは。はい、それで生計立ててますから。うん、でも、朝から晩まで、別におじいさんは、お金が欲しくて絵を描いてるんじゃなくて、もう絵を描きたくて、ずっと絵を描いてるんですよ。もうそれ以上強いことないじゃないですか。うん、仕事だからやりたいとかじゃなくて、それをやりたいからやってる。別に誰からも頼まれないけど。だからこそ、その能力が伸びてるし、うん、その人しか発揮できない能力ができると思っていて、僕はなんかそれが、おじいさんは絵だったけれども、人それぞれあると思うんですよ。うん、好きなことがあって。だからその好きなことをとことんやることが、その人にとってもいいですし、はい、結果的に成功する人とかって、まあ当然、お金持ちになりたいとか有名になりたいとかモテたいからやるっていうのは当然、一個のモチベーションなのかもしれませんけど、なんかそれを超えた賛同者が集まるところには、うん、その人がそのものに対する愛情とか情熱とかをいかにあるかによって、周りの人が集まってくると思ってるので、なんかそこを突き詰めることが一番人生にとって、価値があることなんだなっていうふうに思ったってことですね。そういう意味では杉山王さんはこう、やりたいことをやる人生度何%ですか今？まあ 100% ですね、今は。大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。昔は、ダメでしたけどね。さっきのちょっと。今は本当に、はい、おかげさまでありがたいことにやりたいことやらせてもらってますね。一番最初から、都市とアートとテクノロジーっていうのが好きで、うん、今の仕事やってるので、うん、ありがたいことに今もそういったことをやらせてもらってるって意味で言うと、うんこれ、はい、杉山さん謙遜されるかもしれないですけど、はい、やっぱりやりたいことやれてて、はい、これ見てる人聞いてる人、それは、そうじゃない人もたくさんいると思うので、やっぱ羨ましいと思うんですけど、はい、杉山さんから全然試験でいいんですけど、はい、やりたいことをこう、まあ、おじいさんも含めて、はい、杉山さんも入れて、はい、こう、やり続けられる人と、はい、そうじゃない人の、はい、まあ、境目っていうのは何だと思いますかね。つまり、お金とか、時間がとか、才能がとか、言い訳っていうのは、まあ、そういうファクターも出てきますけど、でもいろんな人も多分いっぱい見てきてると思うんですよ。うん、何が違うんでしょう？でも結構それは、僕は自分が未熟だと思っていて、うん、ある程度、なんていうんですかね、周りが見えてないんだと思うんですよ。見えてない。うん。うん、やりたいことを突っ走ってるってところなのかもしれないですね。はいはい、子供っぽさがあって。うんうん、なんかまあそれが、できちゃってる人は、鈍感さがまあ、よく鈍感力とかあるじゃないですか。もしかすると、自分がやりたいことを突っ走ることによって、それを気にしちゃうがあまり、突っ走れない人も世の中にいると思うので、あまり周りの目を気にしないことがなんか重要なような気がしますけどね。でもやっぱニュータイプとか面白いですね。その周りが見えてないってことは見えてるわけですよね、自分では。あ、そうか。そうか。いや、でもすごいと思うんです。で、おじい様とはやっぱちょっと違うけど。そうですね。そうですね。なんか、ハイブリッド的な感じはしますよね。いや、例えば、絶対にちょっと話変わりますけど、はい、新庄とかってめちゃくちゃみんなから愛されてるじゃないですか。はいはいはい。あんなに、例えば、すごいわ。日本人とかって、ちょっと、抜き出た才能のことを叩きますけど。叩きますね。あそこまで。行っちゃうとね。行っちゃって、はい、しかも新庄が野球の多分本当に好きなんでしょうね。うん、で、しかも自分が有名になりたいとかお金持ちになりたいってことを超えて行動してることに対する、みんながやっぱし尊敬があるから愛されるんだと思うんですよ。いや、本当ですよね。で、無茶気だし。はい、やっぱああいうのは素晴らしいと思いますよね。突き抜けちゃう。なんかメディアとかやっぱり僕もともと新聞記者だってわかります。結構公平にね、書かなきゃいけないけど、やっぱみんな、なんか新聞記事、硬い記事見ても応援しちゃってますよね。ですよね。だからなんかあの辺は、そうするとやっぱ東京も突き抜けるとか突き抜けると打たれないよ、打ち切れないぐらいガーバーゴス突き抜けるとかですかね。今もそのやりたいってところで来ましたけど、杉山王が死ぬまでにこれだけはやり遂げたい、成し遂げたいってことはありますか？まあ抽象的なことでも、大きなこと、小さなこと、何でもいいんですけど。ですね、すごくありがたいことに、2025年の大阪万博の中にある、大阪万博ってパビリオンが100個ぐらいできるんですね。はい、でそのまあ、割とエリアの中心のところにテーマ事業館っていうのがあって、そのテーマ事業館の一つのパビリオン、僕が、携わらせてもらってるのは、映画監督の河瀬直美さんが、プロデューサーのパビリオンなんですけども、まあそこの今、統括ディレクターっていうのをやらせてもらえることになったので、それはすごくまあやりがいのある仕事で、自分がなんかまあ、こういう体験とか空間とか、まあそういったことをなんか仕事にしてるときに、将来万博の仕事とかできたらいいなって思ったことが、今回、機会をいただけたので、それは本当思う存分やらせていただきたいなと思ってますね。そうか、じゃあまさにこれ流れる2022年で3年後、まあまあ、もうそこは公にしていいということだったんで、あれですけど、まあ、さらに公にできる範囲で、どんなことを考えているか、どんなことをやりたいんですか？河瀬さんと今一緒に話をしていることで言うと、まあ、河瀬監督っていうのは映画監督ですので、まあ、新しい映画体験みたいなものを、今回、万博を使って、まあ、次の時代の映画体験を、ここで表現できたらいいなっていうふうに話してます。一応実際3年後はどうなるか。1週間前にまた何か変わるかも、チームラボじゃないけど、ね、このコピーみたいな、なんかあるかもしれないですけど、その2人の中では、少なくともビジョンとしてはもう結構できてるんですか？ビジョンというか。まあでも試行錯誤して何回も変わってます。なのでこれからも変わってくるかもしれませんけど、一応できてはいますね。これまで体験したことのない、映画、単純に映画が見られるってことじゃないんでしょうね。だと思いますね。杉山王は僕らが想像してない、プレッシャーかけてるわけじゃないですか。あ、プレッシャーって感じるんですか？感じることあるんですか？結構ね、プレッシャーは鈍感だと思う。あ、ですよね。鈍感だと思う。ですよね。すいません。初対面で失礼。そう。プレッシャーで鈍感だと思いますよ。はい。じゃないと。いろんな人にね、言われます。メンタル強いねって。ですよね。じゃあ本当になんか3年間ぐらいの時だけもう。あの時は嫌でしたね。辛かった。で、そこ出たからよりなんか強くなったのかもしれないですね。じゃあまあその2025年のその万博がまず今一つ大きな。はい。ですね。やりたいことですね。なので今後、また表にも出てくる機会も結構増えますよね。どうですかね。まあちょっとわからないですけど。ぜひね、また、いろんな形でお話を伺う機会もあると思いますが。はい、杉山さん、今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。非常に面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。エンディングのお時間です。インタビューでは皆様からの早川さんへのご質問や番組への感想、取り上げてほしいテーマなどを募集しております。はい、エピソード説明欄の URL からどしどしお寄せください。また、いただいたご質問等は月末の YouTube ライブにてお答えしていく予定です。今月のライブは1月26日水曜日の夜19時からです。たくさんのご質問募集しております。そしてですね、早川さんと参加者の方がお気に入りの本をし合う QR カフェも、1月の19日ですね。はい、もう間もなくですね。19時から Zoom にて開催されます。今月の本のご紹介をお願いいたします。はい、ジェンマ・エルウィン・ハリスさんの、世界一素朴な質問、宇宙一美しい答えということで、子どもたちから寄せられたね、哲学、科学、いろんなこと、素朴な質問に、その道の第一人者が答えるというですね、非常に夢のある、企画から生まれた本です。うん、思わずね、普通に、答えられないような8は8をさせるとか、どうして音楽はあるの、どうして意地悪なんかするのみたいなね、いろんなコーナーを織り交ぜて、それをこう第一人者たちが真剣に答える、時にユーモア、も交えつつ答えるという、普通にまず読み物としても面白いですし、こう当然子どもと一緒に読んでも面白いですし、いろんなことをね、楽しみながら考えさせられる、そういう、読み物を題材に、みんなでいろいろとあれやこれよと楽しく、問答をね、QR カフェクエスチョンなので対話をしていきたいなというふうに思っています。なんかね、こう早川さんがセレクトされる本もそうですけど、参加者の皆さんが本を持ち寄って、こうその方たちの本もこう紹介していただける、ね、ということで、一月にいろんな本を、いろんなジャンルの本を知ることができるので、ぜひそういう点でも皆様にもお楽しみいただければなと思います。はい。QR カフェは1月の19日ですね。はい。お申し込みは概要欄の URL からチェックしてみてください。はい。ということで、そろそろお別れの時間がやってきましたが、最近私、矯正が取れたんですよ。あ、矯正してましたね、そういえば。してたんです。はい、4年ぐらいしてた矯正が取れたので、すっきり喋りやすくなりました。あ、そうか、実際なんかつけてると、あれって僕も昔やってたはずだけど、もう記憶あんまないんですけど、今の矯正の器具って、いろんな矯正器具あるんですけど、やっぱりこうなんていうんでしょう、変な話ですけど、こう寝る前は外すとかつけっぱなしとか、あと例えばなんかこうクリーニングもしなきゃいけないとか、どういう感じなんだろう。あ、もう矯正はもう4年とか3、短い人は1年ぐらいで終わるんですけど、はい、それも金具つけて、それは固定なんです。ずっとつけっぱというか、もうなんかボンドみたいなので、なんだけど、こうそれが取れてからもこう形が崩れちゃいけないから、カポってはめる版のこうリテーナーみたいな、そうそうそう、今その期間中です。あ、そうなんですね。そうかそうか。でももうなんかあれですか、明らかに、元を僕知らないからあれですけど、なんか歯並びはやっぱ当初より良くなった感じなんですか。もう八重歯とかガタガタだったので。素晴らしいですね。あれって大人になってからもできるんだよね。もちろん小さい時の方がいいんでしょうけど。時間はかかるけど、大人になってからもやられる方いらっしゃいますね。でも早川さん綺麗ですよね。早川さん。いやなんか昔やってたんですけど、いや本当に今このズームじゃわかんないですけど、めちゃめちゃ乱食いという感じなので、なんかせっかく親にやってもらったのに、あれみたいな。でまたいつか機会があればね、やりたいとは思ってますけど、はい、歯並びも良くなって、喋りやすくなったので、また皆様にハキハキとしたトークをお届けできるように、引き続き頑張っていきたいと思います。はい、ということで、また次回皆様とお目にお耳にかかれますことを楽しみにしております。ごきげんよう。さようなら。So I